この夏こういう風にやっちゃうから落ちちゃうんだよって人分かんない人って勉強量イコール勉強時間だと思ってるんですよ、はい、自分を騙してるっていう自覚がないとダメ、はいはい、まあ間に合わない。予測受験のレベルはもうレベル違いますからね。ちょっと受験の怖い話をしていや始めました。もう一緒にさあ、今回ですね、もう超絶久しぶりに、そうですよね、はい、吉本さんにやっていただきました、やっていただきました、ね、お越しいただきました、よろしくお願いします、はい、お願いします。夏、まさかに、ついですね、半袖、はい、長袖確かに、僕今日半パンできましたわそうそうそう、暑くても夏、はい、まあなんかね、受験の天王山とか言われるんですけど、はい、この夏、こういう風にやっちゃうから落ちちゃうんだよって人、はい、と思うんですよ。落ちる人の特徴3選3選教えていただきたいんです。わかりました。ショート動画で何選とかでバズってる。いやそんな森田さんにバズってるって言われたらそうですね、3選系兄弟の変な人みたいなやつも結構回りましたね。そうそれ真似してね、はい、松原さんがなんか早稲田の変な人って言ってね。さあ教えていただこうかなと思います。はい、まあベスト3っていう感じですかね、はい、第3位からいきますと、まあ第3位がまず勉強時間っていうのを、まあ、目標にして夏休みを過ごす人、うんうんうん、まあ、結構言われる話なんですけど、まあ、勉強ってその量か質かみたいな議論あるじゃないですか、うん、でなんかまず量をやってから質になるんだみたいなうんぬんがあるんですけど、まず大前提として、まあ、難しい大学に受かんない人って勉強量イコール勉強時間だと思ってるんですよ、はいはいはい、そこの認識がまず違ってて、まあ、解いた量だし、もっと言うと解いて復習した量なんですけど、そこを勉強時間っていうので10時間勉強したから OK みたいな、はい、毎日 4,5 時間の人が10時間になるのは素晴らしいことだと思うんですけど、難関大目指すってなると、まあ、ちょっとレベルが低すぎるっていう話になるんで、なんで勉強時間じゃなくてせめて勉強量、まあ、問題集何冊、過去問何年分で、もっと言うと質の方にもこだわりたいんで、まあ、例えばチャート式何周して、英単語も何周して、どれだけ覚えた、どれだけ解けるようになったっていう、この成果の方に着目できるのが、まあ、逆に一流の受験生かなっていう。なるほど。3段階ですね、うんうん、時間で判断する人はもうダメで、うん、で量だけにこだわるのもちょっと間に合わない可能性がある、うん、で最終的には質、身についた量で会話ができるとすごい建設的な、まあ、コミュニケーションも取れますしっていうのが、まあ一つ目にあるところですね、うん、そうですね。単語を覚えるって言ったってひたすらこう書いてる時間、これをプラスして勉強時間として、まあ勉強はしてるけど、してるけど、それでね書いてたら、それはね質がめっちゃ良くない。そうです、わかるんですけどね、うん、自己肯定感上げるためにまずはっていうのはいいんですけど、うん、その自分を騙してるっていう自覚がないとダメですね、はいはい、まあ、時間ってね数字なんでわかりやすいんでね、はい、やっぱりその達成ってなかなか見えないものなんで、はい、めっちゃ人多いんですけどね、多いですね。だからなんかやったぜ今日10時間あそうやってやったぜって言っても質的にはね全然5時間にも行ってないんで、まあね、それで受かる大学もあるんですけど、うん、やっぱ逆転合格とか目指すならやっぱりこのレベルの会話だときついよねっていうのがやっぱありますね、はい、質を高めるってことですね。そうです。おいいじゃないですかこれ1個目、これでまた吉村ファンがいや出るかもしれないですね、はい、第2位は次第2位ですね、はい、第2位が、まあ、合格から逆算した夏の目標がないっていうところで、特に我々逆転合格をメインにした塾っていうところもあるんで、うん、やっぱり難関大に受かりたいですっていう人が大勢来はるんですよね、うん、で入ると基本的に E 判定形なんで、うんうん、もう間に合わさないといけないんですよ。だから理想としてはできる最大限の勉強をがむしゃらにやれば学力が追いついて合格っていう、その高校受験みたいなことができたらいいんですけど、うんうん、まあ間に合わない、はい、で、まあ、逆算して夏の終わりにどれくらいの成果が出てたら間に合うのかっていう、この成果に注目した夏の目標っていうのを据えてないと、夏休み明けの自分の成長度合いのなさに絶望することになるんですよ。はい、なんでそういう勉強をした子って、それこそ1日13時間14時間勉強して、でちゃんと量も伴ってたとしても、あと10点で落ちたとか、要は入試本番があと1ヶ月2ヶ月先だったらいけてたのに、でも大学入試って英検とかと違ってもう1年後じゃないですか、はい、なんで、まあ、もう1年浪人することになって、うん、で浪人期に調子を落として結局目標の大学に行けないとかもあるんで、まあ、僕としてはやっぱ逆算を推奨してるんで、うん、夏合格から逆算した夏の成果目標がない、うんうんうん、何でもいいんですけど、そこの期日間に合わせるっていう意識がないと、うん、きっとね入試直前も何をしたらいいのか分からなくなるんで、
逆算しない人多いですね。多いですね。まあ考え方それぞれあるんですけど、やっぱ逆算せんでいけるっていう人は、まあ強者の発言なんで、結局逆算しないと適切な焦りを埋めないっていう。だから漠然とした不安とか焦りがある人って逆算してないんですよ。そう。本当ね、その通り。これめちゃくちゃ言ってるんですけどね、なかなか分かってもらえなくて。いや、なんか大丈夫かな、どうなんやろなみたいな人って納期が分かってないんで、はい、明確なマイルストーンっていうか中間地点の目標がないと、なんかやばい気するみたいな。そうです。本当そうです。で、まあね、自分も相談受けたりすることあるんですけど、はい、やっぱりもう全く道筋見えてないと。はいはい、そうですね。もう本当霧の中をただただこうやってとりあえずね、とりあえず勉強しだみたいな。勉強すればいいんだ。勉強やれば合格するんだっていう。なんとかね、いっぱいやればいけるんだみたいなあると思うんですけど、やっぱ成果目標がね、見えないんで、まあそれも特にやっぱ高校入試とかで、ね、受かっちゃったりしてるんで。そうなんですよね。変に成功体験って思っちゃうものがあると、うん、それ通りに行こうとするんですけど、大学受験のレベルはもうレベル違いますからね。そんなんじゃダメなんですよ。なんかもう適当にパッと振ってて当たってたやったーみたいな、そのレベルじゃ甲子園の無理なんですよ。そうなんですよね。闇雲にただやってる。そうです。わからないんですけどっていう相談。そりゃそうだよ。なんとなくマーチとか、なんとなく総計とか、ね、なんとなくが多くて、で結局こう話をしてあげるんですけど、それでもやっぱ変われない人がほとんどですね、うん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 、やっぱりね、わからないから逆算しないっていう思考回路になると一生できないままなんで、下手でもいいんで自分なりに作ってみるんですよね、うんうん、で無謀な戦略だったな、計画だったなって途中で気づいて修正して上手くなっていくんで、で分からないなりにも逆算してみる、目標立ててみるっていう、そこがまあ練習ですからね。すごい、もう素晴らしい。いいこと言ってますよ。本当にね、ちゃんと結果を出してる人だからね、説得力がありますから、まあ、僕もそれでギリギリ受かったんで、なんとか、うん、京都大学ですから。じゃあ第1位は、はい、第1位は苦手に挑まず得意に逃げる人ですね。あ、はいはいはい、夏休みに、うんうん、まあ結構大学の種類によっていろいろあるんですけど、うん、夏ってやっぱり苦手科目をみんなと同じレベルに戻す最後のチャンスなんですよね、はいはいはい、まあ、本当は夏前に戻してて叱るべきなんですけど、うんうんうん、もう夏休み中っていうのがもうデッドライン、はい、そこを超えちゃうと、もう秋なんて、それこそ共通テスト模試だったり、共通テストの演習とか、うん、次第も過去問演習始まりますから、そうですね、もう差が広がるばかり、はいはいはい。しかもでも夏休みって長いし、一日中勉強、で、その一日十何時間やるぞって、いきなり苦手科目、しんどいのは分かるんですけど、うんね、俺ってダメなんだ、私ってってなって、気持ちのいい得意科目に行くのも分かるんですけど、ここでちゃんと苦手に向き合えるかどうかで、夏以降の伸びが変わってくるんで、で、特に私立志望の人、もう3科目で苦手科目あったりしたら致命的ですから。本当にそうなんですよ。私立の人ほど苦手に向き合わないといけなくて、うん、国公立は、まあ、数学苦手な僕でも京大工学部ギリギリ入れたんで、他の教科の強さでカバーすることはまだできるんですよね、教科数が多いから。だからまあよし悪しなんですけど、うん、そう。でもまあこう言いつつ、僕高3の夏もう大の苦手な数学に向き合い続けたんですけど、入試本番は結果振るわずやったんですよ。ああ、そうだったんですね。そうだ、まあその入試は何があるかわからないんですけど、でもあの時向き合ってなかったらもっとひどいことになってたんで、うんうんうん、そうだから特にやっぱ私立の人、国公立もですけど、苦手に立ち向かう。で、苦手ほどね、なんかもう何も考えずに2週3週4週ってやってると、なんか自転車乗れるようになってくる感覚で、ちょっとできるようになったかも、うん、っていうのが夏の終わりにでもつかめたら、秋からすごい楽やし楽しくなるんで。当時ですよ、ブレイクスルーを起こすためにも。あ、本当そうですよ、まあね、時間なくなっちゃいますから、本当に朝と。あれもやらなきゃ、これもやらなきゃなっちゃうんで。そう時間があるうちに浪費しないでください、この長い時間をね。まあいいかみたいなの、本当ダメです。作業みたいな勉強に逃げたりとかね、はいはいはい、もうしがちなんで、あの学校で出された課題をとりあえず先にやるとか、はいはいはい、読書ノートみたいなのがあるし、はいはいはい、まあ、ある種脳死でできるような方に逃げちゃうと結構厳しいですよね。そうです。だから自分自身も、もし浪人時代に戻れて、うん、おいって言えるんだったら、ちゃんとお前古文漢文から逃げてんじゃないっすって、こうやってやりますね。もうはね、パリッパリ逃げてましたね、夏。もう世界史と英語しかほぼやってなかったやつだね。でも逃げがちですよね、うん、あ、でそう、それで僕の同期、当時高3の時の友達も落ちたんですよ。要は京大の工学部勢って、うん、国語が0点でも受かるみたいなのあるんですよ、あの個別試験、うんうんうん、二次試験の、うん、国語100点満点で、これがなくても数学取れてたら合格最低点超えるんですよ。なるほど。なんなら合格者平均点までいけるぐらいの、うんうん、で結構理系勢を国語捨ててやるんですけ ど僕は国語の偏差値が72、3があって、謎に京大模試で、で最初僕は国語に助けられたんですよ。数
数学受けても国語とか英語とかができたんで助けられたんですけど、数学頼りの友達は本番の数学でこけて、で国語とか苦手やけど対策してなかったんで、そのままこてっていっちゃって、ちょっと受験の怖い話があるんで。そういうこともあるわけですね。やっぱりね、だって若干18歳の子供たちが人生初の大勝負じゃないですか、そこでいつも通り余裕って解けるわけもないん で、ね、本番の緊張を考えるとね、バランス型であるに越したことはないですね。そうですね、うん、絶対そうだと思う、やっぱ苦手がない方がいい。そうです、ね、マーチも本当に苦手科目あると受かりにくくなってますから、ね、今まあ、英語苦手とかっても致命的ですけど、そうなってきてるんで、いやー、これはいいこと聞けたと思いますよ。吉村さんのチャンネルもはい、ぜひ登録してください。ありがとうございます。うなぎの森で、いやいやいや、最近まだちょっとやっと再開したかな、同じことかなみたいな、はい、ということで、そしてね、ポラリスアカデミアもやっておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今回は吉野さんにですね、夏難関大に落ちる人トップ3ワースト3を、まあどっちか分からないですけど、はい、聞きましたので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。